宇宙船ニューシェパードについて解説したいと思います。よろしくお願いします。6月13日に報道されたニュースを要約したいと思います。アメリカ、Amazon.com の創業者のジェフ・ベソス氏が設立した宇宙企業ブルーオリジンは、現地時間6月12日、7月20日に予定している宇宙船ニューシェパードによる初の有人飛行の座席オークションを開催し、2800万ドル、約31億円で落札されたと発表されました。落札者の氏名は数週間後に4人目の乗組員として発表されます。ニューシェパードは6人乗りだが、初有人飛行ではジェフ・ベソス氏とその弟のマーク・ベソス氏を含む4人で行う予定です。5月6日に告知されたオークションには159カ国、約7600人が入札に参加しました。開始価格は480万ドルでしたが、約10分で2800万ドルまで競り上がりました。落札金はブルーオリジンがSTEM教育での子供のキャリア追求を支援するために設立した非営利団体クラブフォーザフューチャーに寄付されます。アメリカでは初めて宇宙飛行に成功したアラン・シェパード氏にちなんだ名称のニューシェパードは、高さ約18メートルの再利用可能なロケットです。クルーカプセルには6つの座席が設置されておりまして、各座席の広い窓から宇宙が眺められる仕様でございます。コンピュータ制御により自立飛行し、パイロットは不要でございます。ちなみに打ち上げ予定日の7月20日はですね、1969年にアポロ11号が月面着陸をした日でございます。さて、用語解説に移りたいと思います。まず、STEM 教育なんですけど、科学、技術、工学、数学の教育分野を総称する用語でございまして、ハイテク職種の適格者が不足しているという懸念から、2000年代にアメリカで始まった教育モデルでございます。工学学習を始める時期を小学校まで早めることが推奨されております。つまりね、創意教育によってこの理系科目をしっかりと楽しさを教え込もうという教育でございます。次に、アラン・シェパード氏。この方ですね、1923年生まれのアメリカの宇宙飛行士でございまして、1961年5月5日、マーキュリー3号でアメリカ人として初めて宇宙空間に出た人物でございます。15分28秒の弾道飛行でありました。しかし、その3週間ほど前の4月12日に、ソ連のユーリ・ガガーリンがボストーク1号にて地球周回飛行を達成しておりました。ボストーク1号は地球を一周できる周回飛行だったんですけど、マーキュリー3号の方は周回できなくてですね、弾道飛行、弾道軌道による飛行だったんですよね。つまり、マーキュリー3号は第一宇宙速度である秒速 7.9km に達するスペックがなかったんですよ。それでアメリカ、ソ連との技術力の差を見せつけられる格好になりまして、国家の威信をかけた逆転を狙ってアメリカはアポロ計画を進めることになります。アラン・シェパード氏はその後1971年2月にアポロ14号に船長として搭乗しまして月面に降り立った5人目の人類になりました。さあ、もちかね、ニューシェパードについて説明したいと思います。垂直離着陸型の再使用型ロケットでございまして弾道飛行用の有人宇宙船であります。ロケット部分の高さは15メートル、直径が 3.7 メートルございまして、クルーカプセル込みでの高さは約18メートルです。これはですね、ガンダムと同じ高さですね。ちなみに15メートルというのはガンタンクと同じ高さでございます。質量は54トン。たった54トンって感じですよね。エンジンの推力は1000キロニュートンでございます。
この18メートルといえば小さめの電車1両分の長さでございます。電車っていうのは基本的には20メートルぐらいだから、18メートルっていうと地下鉄で使われているような大きさの車両ということでございます。こんな小さなロケットで宇宙空間に行けるのはね、すごいなぁと思いますね。でもね、これ逆に言うと地球の重力の強さなんてそんなものなんですよね。この程度のロケットで地球の重力を振り切って宇宙空間に行けるわけなんですよ。入手ペアドは高度100キロを超えての商業弾道飛行を目指しております。この高度100キロっていうのはカーマンラインとして宇宙空間と大気圏の境界線と定義されておりまして、入手ペアドはこの100キロを超すので宇宙船と言えるということでございます。入手ペアドは発射場から垂直に上昇して約 2.5 分間のエンジン噴射を行いまして、上昇中にクルーカプセルとロケットは分離されます。高度100キロを超えて約5分間の無重力状態の飛行をします。その後、ロケット部分は垂直に降下して逆噴射によって軟着陸します。クルーカプセルの方はパラシュートで降下しまして、1回の飛行時間は10分から15分程度でございます。このニューシェパードの組み立て工場はワシントン州のシアトルの近くにありまして、打ち上げはテキサス州で実施されております。さて、ポイントはですね、すべてのユニットを軟着陸させて再利用し、コストを下げることにあります。これにより宇宙飛行を大幅に安く実現させることを目指しております。2006年11月13日に試験機の初飛行を成功させて以来、十数回の飛行試験を重ねましてですね、2021年今年の1月14日にニューシェパード NS14 でクルーカプセルの打ち上げと軟着陸を成功させまして、今回の有人飛行にこぎつけたということでございます。さて、ニューシェパードの動画っていくつかね、YouTube に上がっているんですよね。その中でね、5本ぐらい私見てみました。打ち上げと着陸の動画を見てみたんですけど、かなりの低コストで宇宙旅行ができるなぁという印象を受けました。アポロ宇宙船やスペースシャトルに比べると、70年代のガソリンエンジン車と現代のハイブリッド車の差を見るような感じでございました。昔のアポロとかスペースシャトルというのは強靭な重厚な船体を持ってる感じなんですけど、とにかくね、低コストで作られている船体という感じがしました。クルーカプセルを切り離したロケット部分は地表に近づくと逆噴射して姿勢が細かく制御されて四つ足で軟着陸するんですよね。それでね、着陸地点に書かれたヘリポートのようなサークルの中にロケットが着陸するんですよ。制御技術がかなり高いなと思いました。クルーカプセルの方は地表に近づくと3つのパラシュートを使って降下しましてですね、着陸のショックを和らげるために着陸の数メートル手前で逆噴射して軟着陸しているように映像は見て取りました。これがね、ロケット噴射とかではなくてですね、エアバッグをボンと膨らませる時の風みたいな感じで、瞬間的に空気を噴射しているように見えました。また、クルーカプセルの窓から外の景色を映した動画というのも見ました。空を登ると、空の延長線上に本当に宇宙があるんだなぁっていう、飛行機に乗っている感覚の延長で宇宙に行けるんだなぁという感じました。これらの動画はですね、リンクを動画説明欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってください。ちょっとここで飲み物を飲まさせていただきます。お待たせしました。さてね、宇宙船がね、飛ぶということはね、皆さん心配されることがあると思うんですよね。それはね、大気圏突入はどうやってしてるんだろうなっていうことなんですよね。なんかすごい熱でカプセルがね、燃えちゃうんじゃないかみたいなイメージがあるじゃないですか。そのところを検証してみたいと思います。まず皆さんがよくね、知っている知識としての空気との摩擦熱により温度が上昇する。これはね、実は誤りなんですよ。空気との摩擦熱っていうのね、本当はね、大したことがないんですよ。物体が大気圏に突入する際にはですね、断熱圧縮
という現象が起きます。これはね、空気加熱とも言うんですけどね、この断熱圧縮による加熱なんですよね。で、この断熱圧縮というのは簡単に言うと、超高速で大気圏に突入する宇宙船はですね、ものすごい勢いで前方の空気を押し潰すんですよ。つまり圧縮するんですね。で、圧縮された空気っていうのは分子同士が激しくぶつかり合って熱が発生するんですよ。実はね、日常で体験できることなんですよ。自転車の空気、シュッシュッシュッって、ね、入れるとね、チューブがパンパンになった時にタイヤに触るとね、ほのかにあったかいんですよね。これがね、断熱圧縮というものなんですよね。この現象と全く同じことが大気圏突入時に起こるわけなんですよ。マッハ3を超えると熱の壁と呼ばれる断熱圧縮の影響が大きくなりまして、マッハ3においては機体に360度を超えるところが生じます。スペースシャトルの大気圏再突入開始時には速度はおよそマッハ25になりますので、機首先端部の最高温度は1600度にも達します。ニューシェパードの飛行速度はマッハ 3.72 なので、そこまでの熱対策は必要ないんですよ。ちなみにですね、現役のジェット戦闘機の世界最速、皆さんご存知ですか？これがなんと51年前にデビューしたソ連のミアコン・グレヴィッチが開発したミグ25なんですよね。マッハ 3.2 を出すことができます。1970年の運用開始以来50年以上この記録は破られておりません。このミグ25は高熱でさらされる部分はチタン合金が使用されています。一般に戦闘機はじめ航空機っていうのはね、軽いアルミ合金が使われるんですけど、アルミ合金だと溶けちゃうのでチタン合金が使われているわけですよね。チタン合金が使われると重くなるので、ミグ25は強いエンジンを積んでいるわけですよね。本当に早く飛ぶことにステータス全振りしたような戦闘機なんですよ。つまりね、ニューシェパードはこの超音速戦闘機レベルの速さということでございます。なので、このニューシェパードっていうのはスペースシャトルみたいにタイルを貼るというようなことはしなくてもいいんですよね。金属、チタン合金とかそういうもので覆われるレベルで大気圏突入ができるということでございます。ちなみにですね、大気圏への突入角度が浅いと大気に弾かれるっていう話聞くじゃないですか。これもね、実は間違いなんですよ。例えばね、アポロ13号っていう映画で進入角浅すぎると弾かれちゃうからみたいなシーンがあったと思うんですけど、実はね、これ間違いなんですよ。タイミングがわずかにずれると、着陸地点が大幅にずれるだけの話なんですよね。さて、このニューシェパードを開発しているブルーオリジン社についてお話ししたいと思います。アマゾンの創設者、ジェフ・ベソス氏が設立した航空宇宙企業でございまして、将来の有人宇宙飛行を目的とした事業を進めており、民間資本で宇宙旅行を大幅に安くして、かつ信頼性を高める技術を開発しております。ブルーオリジン社では、ニューグレンという大型のロケットも開発しております。2段式または3段式のロケットで、全長は2段の場合は82メートル、3段の場合は95メートルと、3段式はですね、アポロ計画の大型ロケットであるサターン5型 110.6 メートルに迫る規模でございます。3段式は月や火星といった地球軌道よりもさらに遠くへ探査機などを送り込む目的で使われる予定でございます。さらに大型のロケット、ニューアームストロングの構想も発表されております。アメリカの民間企業によるロケットの開発ですね、スペース X 社のファルコン9もございましてですね、ブルーオリジン社としのぎを削っての開発競争が続けられれば、宇宙開発の低コスト化に大きく貢献することになりそうですね。やっぱりね、完成したロケットも市場に出すわけじゃないですか。より安い方を消費者は買いますので、そうすると宇宙旅行がどんどん値下がってですね、私たちがいつか乗れるような感じになるかもしれないですね。入札31億円だったじゃないですか。これ本当にセレブじゃないと乗れないじゃないですか。でもね、これが例えば500枚ぐらいだったら
高級車を買うぐらいの値段じゃないですか。そうしたらね、貯金をはたいて一生に一度の思い出として、例えば退職金をつぎ込んで宇宙旅行とかね、そういったことが現実的に見えてくる話になるんでね、そういう世界になってほしいですよね。こうしてね、宇宙開発の主役は国家から民間企業へとシフトしていくのでしょうね。ここでピアノを弾いてみたいと思います。ニューシェパードに乗って宇宙旅行するところをイメージしてピアノを弾いてみたいと思います。よろしくお願いします。